行ったつもりで料理教室。東都生協自慢の産直野菜で家飲みにぴったりのお料理を3品作りましょう。今回取り上げる産直野菜は枝豆です。夏といえば枝豆という方もいらっしゃるかと思います。東都生協では定番の枝豆のほか、期間限定で茶豆や黒豆の枝豆もご案内しています。届いた日に茹でるのがおすすめです。茹でた後に残す場合は鞘から出して冷凍すると使いやすいですよ。まずは冷製のパスタからです。枝豆は 50g 分、トマトは大きめの角切り、玉ねぎは縦半分に切り薄くスライスします。パスタは袋に表示されている時間より短めに、固めに茹で上がるようにします。調味料はご覧の通りです。これを合わせます。野菜と先ほどの調味料を合わせ和えます。パスタをボウルに入れてさっくりと和えて出来上がりです。枝豆とトマト、ツナの旨味が楽しめます。2品目は冷たいスープを作りましょう。枝豆は 200g 分、飾り用に数粒取り置きます。じゃがいもは皮をむいて薄切りにし、玉ねぎも薄くスライスします。鍋にバターを入れて弱火で熱し、玉ねぎとじゃがいもを炒めます。玉ねぎがしんなりしてきたら水と固形コンソメを加えて強火にします。沸騰したら弱火で10分煮込みます。じゃがいもが柔らかくなったら火から下ろして粗熱を取ります。鍋の中身と枝豆をミキサーにかけます。ボウルに開けて冷蔵庫で冷やします。器によそう直前に牛乳を加えて軽く混ぜます。塩コショウで味を整え器に注ぎ、飾りの枝豆を乗せて出来上がりです。飲み会の締めにもおすすめです。最後は手軽に作れる和え物です。枝豆は 75g 分、ミニトマトは縦に4等分に、調味料はご覧の通りです。調味料をよく混ぜます。枝豆とミニトマトをあえて出来上がりです。枝豆の風味にミニトマトの酸味が合いますよ。東都生協では組合員が気軽に参加できる活動として料理教室や試食会などを開催しています。不定期ですが、商品案内と一緒に届くチラシにお近くで開催する案内が入っていますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。